はい、こんにちは。YouTube 界のちょいボンゲこと、丸尾でございますね。まあ、全体的にセコそうなところがね、そっくりだって言われるんですけども、誰がや、そんなまか言ってたお尻パーン行くでー。というわけですね、我々アップルファンにとっては嬉しいお祭りのね、3月のアップルの発表イベントがもうじきね開催されると噂されてますけども、いや楽しみですね。新年になってジメジメしたあの岩のね、あの裏の虫のようにですね、穴蔵みたいな家にこもってね、過ごしている私なんですけども、まあアップルのイベントはですね、3月と6月の WWDC、 そして9月のね iPhone 発表イベントと、まあ大体3シーズンにわたってね、開催されることが多いんですけども、まあ、その時期はですね、水を得た魚のようにもうギンギンになりますよ。まあ、その最初のイベントということでね、ひときわ楽しみにしております。まあ、ここ最近はですね、あのコロナの影響でオンライン開催がね、続いておりますけども、まあ、オンライン開催はですね、僕のように学の少ない人間、まあ英語だとファックとアスフォールぐらいしかね、知らないような人間でも字幕がついてますんで、リアルタイムで楽しめるようになってます。こういうところにもね、アップルの優しさが伝わってきますよね。もうクック CEO にディープキスしたい。そんなイベントが近づいてですね、毎日ワクワクしておりますが、今回はですね、そんな3月のイベントに関して新しいねニュースが飛び込んできてますので、紹介してまいりたいと思います。まずはですね、3月のイベントの開催日程に関して、以前ですね、海外のメディアがアメリカ本土で3月16日火曜日にですね、アップルがイベントを計画しているとリークしてたんですけども、その予測にですね変化がございました。この日程に関してはですね、あの的中率の高いリーカーのジョン・プロッサーさんが自身の YouTube チャンネルフロントページテックの中で言及してるんですけども、ジョンさんがリークしたイベントの開催日程は3月23日の火曜日、日本ではですね、例のごとくその翌日の3月24日の、まあ、深夜2時頃にね、開催されると思われるんですけども、以前リークされた日程より1週間ずれてますね。ただ過去のイベントの開催日程を見ても、ここ直近はですね、3月のイベントは3月の終盤に開催されることが多いので、まあ例年通りのね、日程じゃないかなと思います。まあ、元々ファンの方はね、この辺りにイベント開催するんじゃないかって目星をつけていた方も多いんじゃないですかね。あと2週間ですね、やばいっす、ワクワクしてきました。ジョンさんはですね、主要なメディアが、まあ、ゲストにですね、アップルは3月16日に、まあ、招待状をね送付するともコメントしております。特にジョンさんはですね、あのイベントの開催日や製品の発表日程に関してはめちゃくちゃ的中率が高くて、昨年9月10月のアップルの発表イベントの日程も的中させてますし、 AirPods Max の発表の日程も的中させてますよね。ですからかなりね、確率としては高いんじゃないかなと思います。いち早くですね、最新製品をチェックしたい方はこの日程にですね休みを入れて、まあ、リアルタイムでですねイベントを楽しみましょう。特にアップルはイベントの終了直後にですね、あの製品の予約を開始する場合もございますので、新製品をですねいち早くゲットしたい人は要注意です。そしてなんとですね、そのイベントで発表されるとリークされていた製品の内容にも変更、そしてアップデートがございました。そちらもですね合わせてお伝えしていきたいと思います。ジョンさんはですね、フロントページテックの中でこの3月のイベントで3つの製品が発表されるとリークしておりました。その3つの製品というのがですね、新型 iPad Pro の 12.9 インチ、そしてその iPad Pro で使える新しいマジックキーボード、そして忘れ物防止タグの AirTags でございます。まあ、アップルのイベントで発表される製品って実はそんなに数は多くなくてですね、まあ大体2つとか多くてもまあ3つぐらいなんですよ。まあ、ですからかなりね現実的なまあ予測なんじゃないかなと思われてたんですけども、先日ジョンさんがツイートしたリーク内容を見てみますと、そのイベント内もしくはイベント外で発表されそうな製品が増えてます。いやー、これもめちゃくちゃ嬉しいですね。そのツイート内容がこちらなんですけども、AirTags と iPad Pro はそのままに、 AirPods、Apple TV と2つの製品が増えております。これはやばいっすね。ただ気になるのがですね、あのマジックキーボードの記載が消えてますので、中にはこれは発表イベントでは登場しないんじゃないかっていうね、噂もございます。まあ、ひょっとしたら昨年の iPad Pro みたいにですね、時期をずらして登場する可能性っていうのもあるんじゃないですかね。いやー、これは嬉しいですよ。ワイヤレスイヤホン好きの僕にとっては新型 AirPods は何としても手に入れたいし、動画の中で紹介したいアイテムでございます。まあ今ですね、いろんな優れたワイヤレスイヤホンが発売されてますし、あの魅力的なモデルも非常に多いんですけども、やっぱり空間オーディオ機能が使えるっていうのは今のところ大きなアドバンテージですからね。まあこれからソニーだとか、まあいろんなメーカーがね似たような機能を搭載してくると思うんですけども、今のところそれでね映画とかをがっつり楽しめるのはこの AirPods
AirPods だけですからね。そして装着感や使用感も非常に軽くてですね、で音質も結構悪いとか言われてるんですけども、逆に長時間聞いてもストレスを感じにくい音質なので、他のワイヤレスイヤホンと比べてもやっぱり圧倒的に使いやすいんですよね。めちゃくちゃ快適なんですよ。1日ワイヤレスイヤホンをつけて生活しろって言われたら、この AirPods Pro が一番楽なんですよね。まあ、それが AirPods の最大の魅力かな。そして新しい AirPods はですね、 AirPods Pro 2、AirPods 3、この両方がですね、今年に登場すると噂されておりまして、果たして同じタイミングで両方登場するのかっていうのも非常に注目ですね。一応ツイートには AirPods と書かれてるんですけども、プロも通常モデルも両方登場する可能性があるんですよ。特に AirPods シリーズはですね、昨年発売されたこちら AirPods Max もそうなんですけど、発売のタイミングを逃すともう翌日にはですね、すでに数ヶ月待ちになってるっていうことがもうほとんどですからね。全てのモデルそうだったんじゃないかな。早期の入手は非常に困難になりますので、 AirPods をね狙ってる方は要注意ですよ。PS5 並みのね入手難易度になるかもしれませんよ。僕もね去年大きなテレビを買って、今モンハンやってるんでね、その PS5 でねプレイしたくて買いたいんだけど、なかなか売ってないんですよね。まだ抽選でもう気づいたら終わっちゃってんすよ。もうとんでもないですね、今のゲーム機は。そして Apple TV ですね。 Apple TV は最後にアップデートされたのが2017年の WWDC だから、もうすぐ4年ですね。かなり久々のアップデートですね。新モデルで噂されてるのはですね、現在使われてる A10X チップから A12X チップに変更になりまして、大幅にスペックアップされますよと。現行の iPad Pro にですね匹敵するような、スペックを秘めた Apple TV になります。これはですね、現在 Apple が力を入れてるサービスのゲームのね Apple アーケードなんかを快適に楽しめるようになるために、これだけのスペックが必要になると言われてます。今後ですね、よりグラフィックなどにも優れたゲームなんかもねどんどん登場してくるでしょうから、それに合わせたアップデートになってるんじゃないかな。僕はですね Apple TV とか、スマホでもねほとんどゲームをしないので、その辺はねあんまり興味はないんですけども、僕が期待してるのはですね、 AirPods シリーズの空間オーディオ機能に対応するかどうか、ここですよ。空間オーディオはですね、こんな小さな、もうケツの穴に入りそうなくらいね小さなワイヤレスイヤホンでホームシアターサウンドをね楽しめるっていう非常に魅力的な機能なんですけども、これさ大画面で楽しめないんだよね。今のところですね iOS 端末でしか楽しめないんですよ。だから Mac とか Apple TV では楽しめないんですよね。で一番でかい画面で楽しむってなると iPad Pro の 12.9 インチなんですよ。Mac でも使えませんから、僕の iMac 27インチでも楽しむことができないんですよね。これ M1 チップになって対応するのかなと思ってたんですけど、結局対応しなかったよね。だから Apple TV もねちょっと怪しいっちゃ怪しいんだけど、でもこの空間オーディオ機能に対応するかどうか、ここが一番の注目ポイントですね。やっぱりホームシアターサウンド大画面で楽しまなくちゃダメでしょう。ホームシアターサウンドをね iPhone だとかその iPad だとかで、外で楽しむっていうのも全然ありなんだけど、嬉しいんだけど、やっぱり大画面で楽しみたくなるじゃないですか。僕は現在ですね、Apple TV とソノスのホームシアター環境で、映画とか動画をね楽しんでいるわけなんですけども、やっぱり夜はねさすがに気を使うじゃないですか。そういった時はね AirPods だとか、AirPods Max とかでね空間オーディオで映画なんかをね楽しめたらいいなと思うことが多いんですよ。夜はですね大画面で AirPods でねホームシアター環境を楽しめるようになったらすごく便利ですよね。映画なんかのね揺れ場シーンをですねよりリアルに楽しめるようになるって考えると、めちゃくちゃ興奮しますよね。そしてですね AirPods の空間オーディオ機能は4月から Netflix などの一部のコンテンツでも楽しめるようになると噂されてますから、そういったサービスの拡大と合わせて楽しむには Apple TV と新しい AirPods 最適の組み合わせですね。とですね新型 AirPods と Apple TV、 この2つがですね新しく発表されるんじゃないかと言われております。あともう一つね登場する可能性があるんですけども、それが新型 iMac ですね。こちらはジョンさんがですねフロントページテックで、画面が大きく表示領域が拡大されて、そしてカラフルなね5色展開のね iMac が登場すると、リークしてるんですけども、これがですね3月のイベントの中で発表されるかどうかっていうところですよね。結構発表されるってリークされてる方が多いんですよ。その根拠は何かと言いますとですね、現在 Apple の公式ページで SSD が 512GB、 そして 1TB の 21.5 インチモデルが購入
入できなくなってるんですよ、まあ、デスクトップで 256GB 選ぶ人ってめちゃくちゃ少ないと思いますから、 256GB はまあ吊るしの状態だと納期はそんなに伸びてなくて入手できるんですけどね、まあ、実用モデルになると実質販売が中止されている状態でございます。これがですね、新製品登場前の在庫調整段階に入ってるんじゃないかということなんですよ。ただ今コロナの影響とかで在宅ワーク増えてますし、インテルモデルの iMac って今あるモデルが最後になるかもしれませんから、まあ、それを買い求めてる方も増えてるかもしれないんですけど、まあ、これが大きな要因となっておりますよね。そして iMac Pro もですね、現在の在庫がなくなった時点で販売が終了するとアナウンスされてます。2017年にね、登場した iMac Pro も終わっちゃうんですよ。4年もまだ経ってないので結構すぐなくなっちゃうんですね、まあ、それだけパソコンの進化っていうのがね、すごい早いんですけど、確かにその iMac Pro を含めてもデザインを刷新した iMac への移行段階にあるのかなと思いますね。ちなみにですね、27インチモデルは CTO モデルを選んでもですね、1週間ちょっとぐらいで、まあ、入手することが可能なので納期そんなに伸びてないんですよね。ですから以前から噂されてるみたいにですね、ひょっとしたら21インチモデルの後継モデル、24インチの iMac のみ先行登場するかもしれませんね。今回は実質的なフルモデルチェンジになりますので、24インチだけ登場するのはありえんのかなと思ってたんですけど、まあ、今のところですね、こういった状況を含めると可能性は高くなってきてるんじゃないかなと思います。というわけで新しい日程のね、3月23日の火曜日に開催されると言われている3月のアップル発表イベント、そして発表される製品が増えるかもしれないというお話でしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、当然ですね、これらの製品が全てイベントの中で発表されるっていうことはないと思うんですけど、まあ、イベントの時間の枠とかを考えても、まあ、多くても3つぐらいじゃないかな。ただ発表されなかったから発売されないっていうわけじゃなくて、アップルはですね、イベントで触れられなかった製品も公式ページ上でプレスリリースという形で発表することも十分に考えられますので、イベントに登場しなかったからといってね、油断してはいけません。特に AirPods シリーズは AirPods Pro もですね、初登場した時はイベント内で発表されてませんからね。そして iPad Pro や AirPods シリーズはですね、まあ、コロナの影響で需要が増えてたりだとか、生産から販売までのライン、そして物流なんかにも影響を出しますので、例年以上にですね、まあ、入手が困難になることが予測されます。いち早く手に入れたい人はリアルタイムでイベントをチェックしてください。僕は地味に Apple TV 楽しみだな。やっぱり空間オーディオね、大画面でも楽しめるようになってほしいな。皆さんがですね、一番注目してる製品、登場してほしい製品は何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。イベントも間近ということでですね、新しい情報これからもバンバン出てきますよ。また動画の中でね、紹介させていただきたいと思います。参考になりましたら高評価、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。